超メルノコモン、ラキストのゼリー、ストライト、チャクラントです。本日のヤンチャン企画、エテモの内容を勝手にすり替えてみた。はい、来ました。本日埼玉県に我々来ております。珍しいですね、はい、埼玉で撮影するのは。今回デモが本日あります。はい、ということでね、今回そのデモの内容をまあ勝手にすり替えて遊び散らかしちゃおうかなっていう。暇のおかずって知ってる？聞いたことある。十何万人ぐらいある YouTuber の暇のおかずさんっていう YouTuber がいるんやけど、関西でデモの更新の内容を勝手にすり替えてみたっていう企画やっとったよね。あれがめちゃめちゃおもろくて、ちょっと似とるよね、その俺らの YouTube の過激さっていうのは、まあ、ただそのもったいないなっていうところがあるとすれば、まあ、内容の問題でした。犬か猫やったよね。ちょっとビビってるよな。ちょっと犬か猫は優しい。ちょっと優しいよ。ちょっと優しいよ。ちょっと優しい。もうちょっと攻めれる、うん、まあ俺らが攻めれるとしたらいろいろあるけど、まあその内容はちょっとまあ本編で見ていただければっていう形なんですけれども、ちょっとドキドキしたな。ドキドキ、緊張しするな。ちなみにさ、さっきちょっと撮ったよ。めちゃめちゃ警察おったの。もうだってパッて見た瞬間に3人ぐらいおったの。何あれが一緒におるかどうかな。まあ、警察がおって肝を試されますからね、今回うまくデモの内容をすり替えていこうということで。そう、うまくな、うん、か盛大にとかじゃないけん。盛大にやね、まあ、バレたら終わりじゃけん、うん、まあそんな感じで、まあ、デモの内容をすり替えていきましょう。すり替えていきましょう。よし、それではレッツデモ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 ボボボボボボすごい、すごい。おい、警官めっちゃおるで。いける？いける、いける。いや、行ってくる。皆様、よろしくお願いします。出発します。警官の方が多い説ある。警察がね、まずね、15人ぐらいおるんよね、まず。パトカーも後ろを先導して歩いてる。まず、プレッシャーが多分ね、えぐい、これ、普通に。最後多分さっきのぐるっと回るけん、そこで最後暴れられちゃう。もうラストスパートやな。ラスト結構長めに作ろう、うん、これさ多分見てるやつで分からんけどさ、えぐいプレッシャーあるよ。えぐいプレッシャーあるもう警察に密着やけん。そうやな、
ガモスピーカー持ち出したぞあいつ。おい、ゼリー持たしちゃいけん、スピーカーなんか絶対、おばあちゃん。わかるやろ、そんなん。見たら。あいつらに絶対スピーカーなんか渡すな。お疲れ。結構頑張ってる。結構きつくなかった。めっちゃ怖い。めっちゃ俺さ、違う、変な汗やねん。バリ変な汗かく。ほんまこいつはヒヤヒヤするもん隣で。なんかうまいことやらんねん。おいお前スピーカーでさ、セックスするのにペットはいらないとか。聞こえる？うん。そう。やばい。なんか原発いらない。電気はやめろみたいな。いやそれっぽいよ。あなんかそうそれっぽいよ。それっぽいって。あのなんだっけ。なんか二回目だったよその発言が。最初電気はできないみたいなぐらいのなんか濁した感じでだったっけわからんかったんやけど、なんか次多分それ安心したんか知らんけど、ベッドはないでも電気はできないってもうしっかり発音したらとって前のおっさんもやめろそうじゃないみたいな。あ、そうなの。そういう朝もあったから、すぐ取り上げられた。あ、そうなの。あの、むちゃくちゃなデモにしちゃった、したで、ほんまに、はい、結構、あの、大事なデモやで、あれ。いや、マジで、あ、分かるでしょ。あれは、大事なデモよな。あ、いや、あれよな。でも、周りの人バリバラ取ったよな。これ掲げて、そうこの通行人はケツ葉っぽい。ずっと笑おうって。まあ、でも通行人からしたらね、ちょっとデモ邪魔っちゃ邪魔やもんね。まあ、やっぱり警察の前でどんだけ肝が試されるかどうかって話じゃない。そう、マジそう。はい、お疲れ様でした。はい、めちゃめちゃ緊張したよ。やっぱ変に冷や汗バリかいたし、ね、何に怖いかって言ったら、あのデモを上げとることじゃなくて、こいつにヒヤヒヤしちゃったこいつにもう変な汗が止まらんかった。もう怖くて、あのお得意のゼリーの暴走ね。もう嫌だ本当に。俺もうちょっと勝ち切りしそうなっててカメラ外マットラーに「おい！」っつって、やりすぎやってもね。なんかさ、なんかマイクを渡された時にさ、俺もさ一瞬さ、これ撮れ高来るわと思って、ここで変なこと言ったらあのもう言うしけど、ちゃんと漁師あるけんさ、怖いんよ。怖いな。で、こいつは漁師もクソもないけん、もう、来てしないよ、こいつ。来たら、もういい、お前がいるんだよ、わしやるわ、みたいな感じで、取り上げて、前儀はやめろみたいな。マジじゃあ、俺も恥ずかしかった。最低よ。あ、でも、乗るとこは乗ったけん。
ちゃんとやる、一瞬よな、一瞬ちゃんとやったもんね、ちゃんとやった。そう、内容はな、うん、この暇のおかずを超えたんじゃないでしょうか。結構攻めたよ。また下ネタやみたいな。でも下ネタしか超えるもんなくねって思う。下ネタがあったらおもろいもんな。下ネタが一番おもろい。下ネタはおもろい。何埋めて下ネタ詰めんねん。いや、今回マジ頑張ったけえな、ね、これ伸びにゃいけん。いやだってそうね、俺らの撮影とか企画ってめちゃめちゃコストかかる企画ばっかやから、もう丸一日かけたりとかする精神もな。そう、もうそういうのを2本1日一気に撮ったりするものやから、1日かけてそれを10分に編集するっていう、またそう行動が一つあるわけやから、これをね、毎回こう拡散してくれたりとかね、オフ会ももう近々あるわけなんで、来てくれたりとか、一つでもそういうコメントがあれば嬉しいわけですよ。頑張れるよな。頑張れますから。余計できるよな。余計できます、うん、それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあね。